最高の環境でやってくれ大谷翔平の FA 移籍に MLB 通算219勝の大投手が異例の忠告まさに歴史的な1年だった2023年シーズンにおけるロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手だ最終的に右肘側副じ帯の損傷と右脇腹痛によって無念の離脱を余儀なくされたが大谷は3月のワールド・ベースボール・クラシックから絶大な存在感を放ち続けた 現球界で唯一無二とされる二刀流を貫き続け残したインパクトも特大だった打ってはア・リーグ最多の44本塁打で日本人史上初の本塁打王にその他でも打率3割4厘95打点 OPS1.066 一方で投げても2年連続2桁勝利となる10勝5敗を挙げ防御率 3.14WHIP1.06 とエース級の働きを見せた 史上初となるシーズン40本塁打 &2 桁勝利の金字塔も打ち立てた大谷。キャリアの分岐点となるフリーエージェントイヤーにこれ以上にないアピールを見せたと言っていい。そんな天才に関する話題は尽きない。目下、大谷に関して注目を集めるのは FA 後の去就だ。最低でも5億ドル、約734億円は必要と言われる獲得競争は熾烈を極めるとされ、ドジャース、メッツ、 パドレスら複数球団からの関心が日々報じられている一体移籍金はいくらになるのか移籍先はどこになるのか人々の関心を引き続ける大谷の去就にはレジェンドも興味津々だ現地11月17日にディズニー公式動画配信サービスディズニープラスで独占配信される大谷のドキュメンタリー作品でナレーションを務めたペドロ・マルティネス氏元レッドソックス他は米放送局 NBC のオンンラインスポーツ番組「リッチ・エイゼン賞」に出演そこで私は彼のドキュメンタリーのボイスオーバーをしたんだが彼についてたくさん学んだ本当に感心したよと脱帽した米スポーツ界でも類を見ない規模のメガディールが予想される29歳の日本人スターについて MLB 通算219勝の大投手は私からの特別な忠告はないよ彼は信じられないくらいの規律を保っているし何よりも賢い 教育レベルも桁外れだと強調そしてこう訴えかけた彼は野球界で最もナイスガイだ強いて私から言うとすれば移籍に関してはもらえるものはもらい最高の環境でやってほしいということだ野球界にはダークサイドがあるそれはお金だこれは本当に多くの人を惑わせるもちろん大谷は絶対正しい判断をするのはわかっている彼は日本時代からずっと正しい選択をしてきたからね ただ、ここにプレーしたいと声を上げるような人でもないんだ。自身も現役時代には5球団を渡り歩いた。その現役時代の経験からマルティネス氏は、大谷は自分の成功への方法も心得ていると思うと断言。そして、これから100年間語られる唯一無二の選手、どのチームに移籍しようとも彼のメンタルに影響を及ぼさないはずだと太鼓判を押した。大谷はコンオフにいかなる決断を下すのか。 伝説の剛腕にも太鼓判を押される異彩の去就に注目だ大谷翔平の新天地はどこになる米記者が予想彼の第一希望は大谷の移籍先候補として複数の球団の名前が挙がっているが米メディアファッション MLB のシャルル・アレクシブ・リズボワ記者はロサンゼルス・ドジャースを最有力候補に選出している大谷が2017年にメジャー挑戦を決意した時 最終的にエンゼルスやサンフランシスコ・ジャイアンツ、サンディエゴ・パドレスなど西海岸の6球団に絞った。しかし、今回は東海岸のチームにもオープンであるとみられ、ニューヨーク・メッツやニューヨーク・ヤンキース、さらにはカナダのトロント・ブルージェイズも移籍先候補に挙げられている。それでも、シャルル・アレクシブ・リズボワ記者は私に言わせれば、大谷はこの冬、ドジャースと契約すると思う。メッツ、カブス、レンジャーズ。 ジャイアンツ、マリナーズも可能性がある。噂によれば、彼が東部に来ることに前向きであることは分かっているが、彼の第一希望は日本に近いところにとどまることではないだろうかと語り、ドジャースへの移籍を有力視した。ドジャースに大谷翔平獲得の機運が最高潮、ただのステーキではなくデザートにも。大谷の最有力候補と言われるドジャースが3年連続で地区シリーズ敗退したことで、 大谷獲得に対するドジャースファンの期待が最高潮に達してきた米スポーツサイトアスレチックのケン全ーゼンタール記者は13日日本時間14日上昇チームでありながらポストシーズンで失敗を繰り返すドジャースが再び王座に返り咲くのに必要なことを検証ドジャースは今季過去70年で初めてチームとして900得点以上し100勝62敗でナ・リーグ西地区首位を独走11年連続でプレーオフ進出した ところが地区シリーズではレギュラーシーズンで16ゲーム差をつけた2位のダイヤモンドバックスに3盾を食らってあっさりと敗退優勝は2020年の短期シーズンのみで過去4シーズン連続で100勝以上を挙げたにもかかわらず地区シリーズ突破は一度だけと大一番での勝負弱さを露呈したドジャースファンなら今10月の疲れを感じているだろうという同期者はドジャースは大谷翔平と契約しさらに努力しないと物語は変えられないと 名門復活の救世主として大谷の名前を挙げた。ドジャースにとってコンオフの最重要課題は先発ローテの大々的な補強。地区シリーズ第1戦に先発したエースのカーショーは1死しか奪えず6失点 KO されるなど35歳左腕の後継者探しが急務となっている。ドジャースにとって最も理にかなった FA 選手は25歳の日本人右腕・山本義信。他にはブレイクスネル、ソニー・グレイなどがいる。そして プレーオフ時に必要な熱を与えてくれるのが大谷翔平だと伝えた。確かに2度目のトミー・ジョン手術からの復帰で大谷の FA 市場はより複雑なものになっているが彼の仕事に対する取り組み姿勢は非の打ちどころがなく彼の性格も同様のようだ大谷はただのステーキではなくそこに熱を加えてくれる存在もしかしたら10月にはファンらが欲しているデザートにもなりかねない大谷はエンゼルスでプレーオフ経験はないものの 今年のの WBC でで大舞台での強さを証明したこの切実なラブコールは届くのか大谷翔平契約金5億ドル以下はありえない米メディアが偉業に期待驚きだろう